はい、どうもマノチです。よろしくお願いします。館内やっていきましょう。こっからは夏までね、やることもないっちゃないんだけども、ちょっと待てよ、 1,2,3,4 4を残しといけばいいんだな。とりあえずあれだね、まあのんびりとやっていきましょう。お、おめでとうございます。そういえば大家さんの最終的な能力が気になるとか、大家さんと対比3年になったら楽しみだねとかってコメントあったんだけど、いや俺ねふと思ったのがさ、一応茂雄をプロ入りさせるのが目標の企画じゃない、ごめんねちょっとおしゃべりさせてね、企画じゃない、プロ入りさせた後やってもいいんだよね別にね、っていうことだよね。だってその後栄冠の企画が何もないから、だったらこう今キャラが立ってる大家さんとかで回してっても面白そうではあるよねとふと思った。サイン会か、まテンションでもいいだろう。1,3 にしようかな。なんか誰か性格変えるか、性格タモリ、あ受け入れよう。打ち気多いな。まあ別にいいんだけどさ。いやー濃いなー。絵面が濃いな。見るに耐えないね。見るに耐えないね。ウンドゥール正面から見たらやべえぐらい濃かったな。あよ、アイドルいるとこいいな。下でしょ、これも下確定でしょ。5。あ、徳島スマール。あ、ドラフト忘れてた。お、姫野さんおめでとうございます。大家さんと誕生日近いんだね。サイン会か、そればっかだね。あ、やべ、どうするどうするどうする。とりあえず1、とりあえず1だな。いやもうなんか無駄なことしたくないな、ここは大事にいきたいね、考えていきたいね。マスコさん、止まれなかったか、しょうがないな。徳島す行こうか。アイドルが結構頻繁に出てくれるの嬉しいな。何か覚えるよ、タイピーフォーク変化量。おう、もぎたてきてえなー。や、待てよ、ここは攻撃力か。五郎丸行こう、五郎丸行こう。ここは左投手でいいか。左投手に行こう、行こう、頑張れ頑張れ。いやー本当に覚えない。本当に覚えないな、この徳島スーツな。ん、何、いや大家さんすごいもん、予想的中させちゃうもん、可愛いだけじゃないもんね。4、間違えた、4取っといた方がよかったのか。よし、これはちょっと楽しみですな。
お、しげ、おめでとう。もう京介、あれ、ごめん、何入った？1,2,3,4,4人。安田とかダメだったんだ、安健。そっか、いやけどよかったよかった、何よりだ。1,3でいけばいいか。いやー、おい待って、溝と社員も泊まりたいぞ。2来ないかな、2。おめでとう。おおほ、さすがあれだね、プロ選手の息子、超注目されるね。2、来ないか。じゃあ、3でいきましょうか。これはどうなんだろう。仮にさ、ここで練習の効率上がったところでさ、3を使って黄色マス入った方がいいのか、5で5を使った方がいいのか、大きい数字の方がいいのかな。よし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 、いやなんか3,4のような気がするな。黄色マスだよ、どっちがいいんだろうね。3でいこう。11月、いやなんか140キロいいね。ちょっとスタミナもちょっと伸ばしとこうか。あ、やっぱなんか覚えてた、変なの。仕方ない、磨こう。休息、ゆずちゃん磨こう。OKどうしよう、ちょっと守備力いっとこうかな。勝木ミート、とりあえず B までね、持ってこうね。いいじゃない、走力だいぶ伸びたね。 A まで持っていくよ。大家さんどうしよう、まあパワープでいいな。タモリだいぶいいね、だいぶバランス取れてきたね。ちょっと守備、オッケー。どっちが良かったんだろうな、5なのかな。お、あ、いいんだよね、大丈夫ね。はい、お任せになってないよね、五郎のやつは。うん、大丈夫だね。よし、文化祭いくぞ。練習試合したいな。ちょっとね、いろんな選手は出していきたいんだよね。ムニムニボール壊れたぞ。誰だ壊したの。俺のやる栄冠ないムニムニボールめっちゃ壊れんだよ。買えないか、ムニムニボールの。ないね。1、はい、性格タモリ、あー、いや受け入れない。
おお、合宿ね、しよう。合宿を行う。じゃあ、今回合宿して終わろうか。はい。うわ、これ下行きてえな。看護師さん魅力的だけど、本屋さん2つあるんだよな。本屋さんだな。おう、秋男いらないね。とってもいらないね。試合入んねえな。試合したい時ってほんと入んないね。みんな成長してくれ。夏まではまあ時間あるから。21で、本屋さん入ろうか。お、補給5上がった。いや熱いね。素晴らしい、ありがとう。俺今気づいたけど、本屋さんって一世しかいねえんじゃねえか。タイエース、素晴らしい。タイエース後に使おう。ちょっと緑マス止まりたい。じゃあゴロで。あ、ごめん、ゴロじゃないけどね、ゴロじゃないけどね、シゲノ君で。おめでとう。はい、頑張れよ。ゆずちゃんは頭がいいようだ。練習指示が来たね。もう特殊マスあるぞ。アイドル止まって4出すのが理想だな。ってことは4取っとくか。癒しのひとときか。3、違う。あ、やばい、入れない。4、1か1、4で入るしかないんだ。とりあえず1だ。お、ありがとう。ちょっと待てよ。3、1だな。大変だな。12月。うん、スタミナ63、スタミナ B まで欲しいな。 B まで欲しいな。っていうかあれなんだよね、うちの2年生は2人ともジャイロボール持ちなんだよね。なかなかいいよね。レアな形だと思うけども。姫野さんパワー60までいったか。どうしよっかな。ちょ、このままパワー伸ばし続けて弾道3にしたいなってのもあるな。お、勝木ミート70、素晴らしい。パワーアップ。奥井の総力は C あればいいかな。とりあえず C まで伸ばそう。五郎丸ミートアップ。ほかは問題なしですかね。なしで。1。はい。いやー、サイン会ばっかしじゃないか。お、おめでとう。
テンション上がってる時の方があれなんだよね、確か覚えるんだよね。シゲオ来いや。あれちょっと待って、さっきサイン会だよね。あ、もう見えねえや。すげえやたらかったね。これタモリの盗塁プラス欲しいな。ごめん、タモリじゃねえや、トランプさ。ない、ヘッドスライディングか。ヘッドスライディング、何覚えれるんだよお前は。すごい欲しい、一つ二つ少なかったのに。練習指示な、もったいないな、消えちゃうな。お、進化の変化量が上がっただけでしょ。ベンチプレス、ありがとう。持ってるかな。はい、よし、行くぞ。とりあえずキャッチャープラスだな、取るぞ。合宿、今日は合宿やっております。練習試合できなかったね。いや、キャッチャープラスに、まあ、キャッチャープラスに2つあんのか。よし、行こうか。あ、けど奥井何も覚えれねえのか、今日早急だけだもんな。よし、行こう。どっちか覚えろ、どっちか覚えろよ、プラス覚えろ。はい、やっぱ難しいね。これいきますか。はい、おい、タモリめっちゃ顔出すけど。やべ、早急しかねえ。いや、まあ覚えといて損ねえべ、特に奥井とかに至っては。微妙だな、迷うな。これかな。お、姫野さん来ない、姫野さんが来ない。これか。どうぞ、根性があるってのはいいよな。リリース緩急、いや早急も欲しいな、持っといて損ねえもんな。行こう。いや、パッとしなかったな、覚えねえし。お、マノキャプテン勝入れちゃったよ。もう自分でやる気出しちゃってるもん。自分でやる気出しちゃうもん。ちゃっかり可愛い子の横に並んで。おーい、じゃあ、今日はここで終わりましょうか。終わりましょう。スカウトの評価は高いね。大丈夫だね。
盗塁 B でかいね。あ、パワー C いってんじゃん。あとミート B、 走力 A、 守備面全部 C ぐらい欲しいな。いやー可愛いもんな彼女は。いやてかあれだね、パワーばっかり出てっから守備力がちょっとないね、ちょっと低いね。もうちょい欲しいね。 D あれば申し分ないんだけど。よし、じゃあ、今回はここで終わりましょう。ちょっと練習試合できなかったのがもったいなんか寂しいけど。いやーていうかあのマウンドの練習っていうのすごいいいね。女の子ばっかりで、ゆずちゃんでしょ投げてんのが、で打ってんの大家さんで、守ってんの姫野さん。いいじゃない、誰も近づかない。よし、じゃあ終わりましょう。明日ものんびりとねやっていきましょう。そんじゃ終わります。バイバイ。